俺はアミを抱き寄せ言った。あんたたちに任せておけない。俺がこの子の親になる。なんだと？その子の父親は俺だ。勝手なことを言うな。男は今にも俺につかみかかってきそうな勢いだ。そうよ、その子は私たちの子よ。俺を捨てた母が再婚相手のもとに駆け寄る。アミは俺を潤む目で見つめている。アミの心が叫んでいる。助けてくれと。あんたたちに親の資格はない。俺は決然と言い放った。男は怒りに任せ拳を振り上げる。俺はアミを抱き寄せまぶたを閉じた。俺の名前は古川英治、45歳。店舗の規模としてはそれほど大きくはないが、3店舗の美容室を経営している。妻と15歳になる息子がいて、順風満帆な生活を送っている。今でこそ生活は軌道に乗っているが、俺の生い立ちは恵まれたものではなかった。5歳の時、父親が別の女を作って蒸発。かすかに覚えているが、酒癖の悪い父に母と俺は頻繁に殴る蹴るといったことをされていた。働くわけでもなく、日がない家の中にいて叫びたりの父だが、母はそんな父親を愛していた。いや、依存していたと言ってもいい。完全な紐状態の父に代わって、母は昼にパート、夜に水商売とがむしゃらに働いていた。その間俺と父は家で二人きり。母が稼いだ金は全部父が吸い上げていくので、俺は5歳になっても同じ年の子たちのように幼稚園や保育園に入れてもらうことができなかった。俺は父に怯えながら家の隅でずっと縮こまっていた。そんな俺に母は見向きもしなかった。母は俺を愛さず父だけに尽くしていた。言葉にこそ出さなかったが、俺は単なる邪魔者であったに違いない。父は何も告げず母と俺の元から去った。俺は心底安堵したことを覚えているが、母は違った。泣きじゃくり、父が他の女を作り蒸発したのは俺のせいだと狂ったようにわめき立てた。あんたさえいなければ。それが母の口癖になった。定期的に母親は男を作った。その間男を招き好意に及んでいる間、俺は季節時間に関係なく外に放り出された。俺はその頃まともにご飯も食べさせてもらえず、ガリガリに痩せこけ、ずっと着続けている服は悪臭を放っていた。また風呂に入ることを許されていないので、髪は伸び放題、油でギトギトになっていた。外に放り出された時は、近くの公園で時間を潰した。ブランコに乗り、向かいにあるおしゃれな美容室を眺めているのが日課となっていた。美容室で働いている美容師の人やお客さんは、俺と違ってキラキラしていた。たまに親に連れられて、子供が美容室に入っていくが、みんな親に愛されて満たされているように見えた。ある日、いつものように男を連れてきた母に、俺は外へと放り出された。時間は深夜。俺は真っ暗な公園でブランコに乗り、まだ明かりがついている美容室を眺めていた。美容室は営業時間後も若手のアシスタントが頭だけのマネキン相手にカットの練習をしていることが多かった。いつも最後まで残っているアシスタントは一人だった。若い男だ。先に他のアシスタントたちが帰っていっても、その人だけはいつも最後まで残っていた。俺はぼーっと眺めていると、不意にアシスタントの男性と窓越しに目があった。男性は笑いかけ外に出てくる。やがて俺の元まで歩んでくると言った。おいで、髪をきれいに整えてあげるから。大人になった今だからわかるが、あの男性は俺の様子を見て複雑な事情を抱えていることを察してくれたのだろう。でもお金持ってないよ。俺見習いだからお金なんていらないよ。男性は俺に根掘り葉掘り事情を聞くことはせず、黙々と俺の髪を洗い、ハサミで整えてくれた。俺は鏡越しに映る男性が輝いて見えた。男性は俺に2つだけ質問をした。名前は？どこに住んでるの？俺は答えると、男性はそうかと答えた。髪を切ってもらった後の俺はまるで別人のようだった。その感動を
今でも鮮明に覚えている。俺はお礼を言うとその店を後にした。男性は俺の後ろ姿が見えなくなるまで店の前で見送ってくれていた。家に帰ると男の姿はなく、酒精を漂わせ眠りこける母の姿があった。俺は寝床の押し入れに入るとまぶたを閉じた。翌日、けたたましく玄関扉が叩かれた。母が悪態をつきながら扉を開ける。するとそこには警官と一人の妙齢の女性が立っていた。何事かと押し入れから出て玄関の方を覗く。女性と目が合った。警官は母に、署までご同行願えますかと言った。はあ、いきなり何なのよ。警官は母の言葉を聞かず母を外へ連れ出していく。残された女性が一人玄関で佇み笑顔を向けた。エイジ君、もう大丈夫よ。おばちゃんと一緒においで。その女性は児童養護施設の施設長だった。俺はそのまま児童養護施設に引き取られることになった。後から分かったことだが、児童養護施設に一本の通報が入ったらしい。通報した人は男性で、名前は名乗らなかったものの、俺の名前と年齢、住所を正確に伝えたそうだ。俺を救い出してくれたのは、俺の髪を切ってくれた美容師の男性に違いないと思った。後日俺は公園の向かいにある美容室に行き、あの男性の姿を探したが見当たらなかった。俺は勇気を振り絞って店内に入り、救ってくれた男性の特徴をスタッフに伝えた。ああ、市原くんのことね。女性のスタッフはそう告げると、すぐに表情を曇らせた。市原くんね、急に田舎のお母さんが倒れたとかで、お店を辞めちゃったのよ。衝撃だった。せっかく恩人の名前を知ることができたというのに、もう会えないのだと思うと、胸が張り裂けそうになった。だが、ある強い思いが俺の中に芽生えた。俺は市原さんのような優しくてかっこいい美容師になりたい。市原さんはアシスタントの一人に過ぎなかったが、どの美容師よりも輝いて見えた。児童養護施設の生活は、これまでの日々と比べると恵まれたものだった。豪勢ではないが、3食必ず食事にありつけ、風呂にも入ることができる。また施設では多くの家族ができた。年長組は兄姉のようであったし、年少組は弟妹のように思えた。もともと違いはあれど、複雑な事情を抱えた子供たちばかりだ。そのつながりは本当の家族以上に強いものとなった。俺は児童養護施設を出ると2年間アルバイトをして美容専門学校に入学した。俺にとって夢の第一歩。俺は深夜まで一人残り練習していた市原さんの姿を思い出し、資格を取るために頑張った。努力の成果もあり、無事国家資格を取得。後にそれほど店舗の規模は大きくないものの、新人の育成に力を入れている美容室への就職が決まった。そこで俺は今の妻であるエミリと出会った。エミリは1年先輩で、新人としてエミリの元で仕事を覚えていくうちに、いつしかエミリの明るい人柄に惹かれていった。エミリもきついアシスタントの仕事に文句も言わず、ひたむきに頑張る俺に惹かれていき、やがて交際へと発展した。交際5年後に俺たちは結婚。その頃には俺は一発の美容師となり、多く指名も入るようになっていた。俺を育て上げてくれ、妻のエミリと引き合わせてくれたこの店に恩返しするために、結婚しても夫婦で店を盛り上げていった。就職して10年のタイミングで店を辞めることを決意した。美容師ならば誰もが夢に抱く独立のためである。俺は銀行から数千万円借り入れ店をオープンした。その頃俺とエミリには待望の男児が生まれ、子育てに奔走するエミリは温かく背中を押してくれた。俺は息子のため、妻のエミリのために寝る間も惜しまず働いた。当初経営は苦しかったものの、徐々に軌道へと乗っていき、独立して15年経った今では小規模ながら3店舗経営するまでに至っている。市原さんと出会って30年、俺は一度たりとも市原さんを忘れたことはない。あの後市原さんがどうなったのか知る由もないが、夢を諦めた市原さんの分まで走り続けることが
俺の責務だと思っている。オーナーとなると現役を退き運営側に回る人が多いが、俺は今でも第一線で働き続けている。新たな人生の転機が訪れた日も、俺はいつものように店頭に立っていた。俺はお客様のスタイリングを終え、不意に窓の向こうに視線を送る。すると薄汚れた衣服をまとった10歳ほどの少女がうなだれて歩いている。髪はボサボサで乱れている。少女にかつての俺の姿を重ねた。俺は衝動的に店を出て少女へと近づいていった。おいで、おじさんが髪を洗ってあげよう。え？少女は戸惑いを見せる。無理もない、見ず知らずのおじさんに突然話しかけられたのだ。薄汚れたワンピースからは据えた匂いが漂ってくる。そしてあらわになった肌には複数の薄いあざが。俺は唇をかみしめた。たとえ月日がいくら経過しようとも、毒親のせいで不幸になる子供たちが減ることはない。大丈夫、おじさんはあそこの美容室で働いているんだ。君をひどい目に遭わせたりはしないから。でも私お金。大丈夫、おじさんはあの店の店長だからね。お金のことなら気にしなくていいよ。俺はポンと胸を叩いてみせた。少女の緊張が徐々に溶けていく。俺は少女の手を引き店内へと招き入れた。従業員の一人として働いてくれているエミリが少女を見合った。事情を察したのだろう、怪訝な視線を送る従業員たちに目配せを送り、俺にうなずいてみせた。奥へと目で訴えてくる。俺はありがとうとつぶやくと、少女を人目のつかない角の座席に座らせた。俺はあえて何も聞かず少女の髪を洗い切った。肩の骨が浮き出てしまうほどに少女は痩せこけていた。髪をきれいにブローしてあげると、少女は見違えるほどに可憐になった。わあ、少女は目を輝かせ鏡に映る自分の姿に見とれていた。まるで自分じゃないみたい。鏡に映る自分が市原さんと重なった。突然少女のお腹が鳴った。少女がお腹を押さえ頬をあからめる。お腹が空いているんだね。俺は少女を従業員たちが使う休憩室へと誘った。こんなものしかないけど。俺が差し出したのは昼に食べようと思っていた弁当だった。いいの？もちろん。俺がうなずくと少女は弁当をむさぼり食った。少女から一粒の涙が流れていく。俺は向かいに座り少女に向き直る。誰が君にこんなひどいことを。俺は少女の腕のあざを見た。すると少女は箸を止め手であざを隠した。少女は何も語らない。報復を恐れているのか、それともまだ親に対しての情が残っているのか。子供とは悲しくなるほどに純粋である。どれだけひどい仕打ちをされても、心の底で親が自分を愛してくれていないと分かっていても、子供たちは親を信じ愛し尽くそうとする。あれ以来母と会ってはいないが、俺もずっと母は自分を愛してくれているのだと盲目的に信じようとしていた。分かった、言いたくないならそれでいい。だったら三つだけ教えてくれないか。少女は首を縦に振った。君の名前は？アミ。アミちゃんか。歳はいくつかな？10歳。そうか。どこに住んでるんだい？アミが答えたのは隣町の名前だった。これ以上追求することはできないと思い、俺はアミを返した。仕事を終え俺は店で妻のエミリと二人っきりになった。どうすればいいと思う？と問うたのはアミのことだ。あなたはどうしたいの？答えは決まっている。助けてやりたいさ。エミリは俺の暗い過去を知っている。市原さんが俺にしてくれたように。だけど俺は頭を抱えた。これは第三者がそう簡単に介入できる問題ではない。30年前と違い、それほど簡単に警察や児童養護施設の職員であろうとアミの自宅に踏み込むことはできない。門前払いを受ければそれまで、ましてや公務員でもないただの美容師にどうこうできる問題ではない。
そして第一は亜美の気持ちだ。あの様子では親への気持ちを断ち切ることはできないだろう。くそ、俺は無力な自分を責めた。その時である。店の外でけたたましい叫び声が聞こえた。おい、いるんだろ、出てこいよ。怯えるエミリを手で制し、俺は店を出た。店の前には屈強な若い男、そして隣には異常なまでに若作りした女。年は65くらいだろうか。夫婦というにはあまりにも年が離れすぎている。あ、俺は声を上げた。男の手に引かれているのは亜美であった。亜美はうつむき、俺と目を合わせようとはしない。小さな肩は小刻みに震えている。おい、お前か、うちの娘の髪を親の承諾なく切ったのは。そうですが、怖いと言ったら嘘になる。だがここは決して引いてはならないと思った。知ってるが、髪ってのは大事な体の一部なんだよ。お前は俺の大事な娘の体の一部を傷つけたんだ。傷つけたなど、俺は彼女のボサボサだった髪を整えてあげただけですよ。おう、口答えするのか。訴えてもいいんだぜ。こりゃ立派な拉致だ。だってそうだろ、亜美自身は嫌がっていたって言うじゃねえか。なあ亜美。男が強引に亜美の腕を引く。痛い。やめろ。俺は叫んでいた。エイジ。店からエミリが出てきた。エイジ。すると豊島の女が俺をつらつらと眺めた。あんたまさかあのエイジかい。はい。あんた古川エイジだろ。俺は理解ができなかった。なぜこの女が俺のことを知っているのか。わからないのか。お母さんだよ。頭が真っ白になった。よみがえる母の姿。随分と年を取り、厚化粧だが母の面影が残っている。母さん。本来ならば感動の再会である。しかし相手は俺を育児放棄し、俺が児童養護施設に入ったことをいいことに、俺を捨てたろくでなしの母親である。むしろ怒りの方が強い。母さんとこの子の関係は。もちろん旦那の連れ子さ。そんなことより立派な男になって。あんたこの店の店長かい。母の目が卑しく光る。まあそうかい。なら随分と溜め込んでいるんだろうね。おい。男が母に説明を求める。母が耳打ちする。すると二人は不敵に笑った。今回のことはお前がこいつの息子ってことに免じて許してやる。だが金輪際娘には関わってくれるな。それと今回の件を不問にしてやる代わりに。母が俺の耳元でささやく。今月結構厳しくてね。せっかく母親と再会できたんだ。手ぶらで帰らせるのもあれだろ。わかった。俺はエミリにごめんと告げ、店内に戻り10万ほどつかみ母に渡した。約束しろ。それで亜美に3食ご飯を食べさせること、それと新しい服を何着か買ってやってくれ。男は母から金を受け取り、指に唾をつけ数え始める。わかった、約束するよ。俺は手を引かれ去っていく亜美をただ見送ることしかできなかった。それから男と母は亜美を連れて閉店後に何度も現れた。その都度金を無心する。俺はしばらく黙って金を無心されるがままに渡し続けた。だが亜美が着ている服、髪の具合、体格などは全くと言っていいほど変わっていなかった。俺が言いなりになっていることをいいことに、増長した二人は閉店後ではなく営業中に押しかけるようになった。俺が接客中にもかかわらず、二人は店内に問答無用で押し入ると。あんちゃん、今日も頼むよ。エイジ、今週も金が切れてしまってね。俺の怒りは沸点に達した。この店は俺の家と言っても過言ではない。俺の店を選び足を運んでくれたお客さんに不快な思いをさせるなどあってはならない。ましてや二人は金をギャンブルで使い果たし、娘である亜美への育児放棄と虐待は今もなお続いている。出て行ってくれ。俺は数人のお客様がいる手前、できるだけ感情を抑えていった。ああ？男が丸太のように太い腕をこれ見よがしに見せる。ここは俺の家だ。あんたらのような人間が入っていい場所じゃない。何を言っているの、エイジ。あんたと私は血を分け合った家族じゃない。違う。あんたは俺を邪魔者扱いし捨てた。
俺にとってあんたは母親でも何でもない。なんだと？優しくしていればつきあがって忘れたの？あんたたちは亜美を拉致し、親の承諾なくこの子の髪を、体を傷つけたねえ亜美。亜美の顔は前髪に隠れて見えない。めて。亜美が小さくつぶやいた。やめて、おじちゃんをいじめないで。亜美は叫び、母の体を思い切り突き飛ばした。このガキ。母は逆上し、亜美の方を思い切りぶった。亜美。俺は亜美に駆け寄る。数名いる従業員、お客様が声を上げる。俺は亜美を抱き寄せ言った。あんたたちに任せてはおけない。俺がこの子の親になる。なんだと？その子の父親は俺だ。勝手なことを言うな。男は今にも俺につかみかかってきそうな勢いだ。そうよ、その子は私たちの子よ。亜美をぶったばかりの母が反響乱で叫ぶ。あんたたちに亜美の親を名乗る資格はない。なんだと？男が拳を振り上げる。俺は亜美を抱き寄せ、来たる衝撃に備えた。その時である。そこまで。女性のお客様が一人立ち上がった。私は弁護士をしています。概ねの事情は理解しました。あなたたち、ご自分が何をやっておられるのか分かっていますか？これは立派な営業妨害かつ恐喝行為ですよ。すでに警察は呼んでいます。あとは警察の方が対処してくれることでしょう。男と母の顔が青ざめていく。サイレンの音。すぐにパトカーから二人の警察官が降りてきて、二人をパトカーへ乗るように促した。二人のうち一人の警察官が亜美に事情を聞いている。あの、その子は？俺は警察官に恐る恐る尋ねる。大丈夫です、事情は分かりましたから。そうですか。警察官に手を引かれ、亜美がパトカーに乗り込む。去り際に亜美は、おじさん、かばってくれてありがとうと涙を流し続けた。亜美を乗せたパトカーを見送る俺に、弁護士と名乗った女性が近づいてくる。あの、ありがとうございました。女性は新規のお客様だった。ご迷惑をおかけしました。いえ、ここはいいお店ですね。気に入りました。弁護士の女性は笑顔を向けた。それはどうも。それと、安心していいですよ、あの女の子のこと。え？あの子とあなたが望むなら、あの言葉を本当のものにできる。私でよろしければサポートさせていただきますよ。それから俺は亜美を例の弁護士のサポートもあり、正式に養子に迎えた。すでにうちには年頃の息子がいる。亜美より5歳上だが、内心いきなり妹ができたことで戸惑っているようだ。だが息子は幸い優しい子に育っていて、亜美の生い立ちを思いやり、不器用ながら妹として接しようと努力してくれている。亜美はというと、気恥ずかしそうに俺をおじさんではなくお父さんと呼んでくれるようになった。まだまだ家族としては距離がある。だけど亜美を思う気持ちは本当の父親より強いことは確かだ。これから本当の家族になっていける自信が俺にはある。今もどこかで生きているであろう市原さんに問いかける。俺はあなたのような立派な大人になれたのでしょうかと。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。